この鴨川一帯は現在ではリゾートビーチとして有名で、近代的なホテルが立ち並び、鴨川シーワールドなどのレジャー施設が立ち並んでおります。阿波の北には茂原があり、その山中には県立笠森つるまい自然公園があります。うっそうたる自然林の中に笠森の観音堂が建っています。このお堂はおよそ1000年前に建てられた四方掛け造りの建物で、国の重要文化財に指定されています。大聖人は文明4年に7日7夜このお堂にこもられ、観音様に祈願されました。この部屋は今もお堂の中に残されています。一風変わったインド風の山門を持った茂原の宗源寺は、建長5年、笠森観音に立ち寄られた大聖人をこの地の豪族斎藤兼綱が観音様のお告げによってお迎えし、歌人や金剛の人々と説法を聞き、教家に触れて直ちに信者となり、お題目を唱えたと伝えられるお題目書唱の地で、その後斎藤家の縁者である身延山二世二光上人を開祖として建立されました。開山当時は妙光寺と言いましたが、人々が茂原の寺と呼んでいたので、明治の初めに常在山宗源寺が正式名称になりました。当山は二光上人が身延山二世を継がれた関係で、年中行事儀式などが身延と同じなので、東身延と呼ばれていました。宝蔵には大聖人が晩年に病を得え、湯治に出かけられた時乗られた馬の鞍が残されています。千葉は日蓮大聖人のふるさと。大聖人の足跡をこの地にたどるとき、御在世当時の祖師の面影をお忍びすることができるでしょう。